こんにちは。このチャンネルでは、ずっと絵を描いてるところをね、お見せしていますけれども、私自身がですね、まあ、もともと絵を描いていて、で、いろんな活動をしていたっていう経緯があるんですけれども、最近ね、こんな風に活動していけたらいいなっていう、まあ、自分のライフプランというか、ライフワークみたいなものを、皆さんに共有して、で、そこにね、もし可能であれば参加していただきたいなということで、今回ね、ちょっとご紹介したいと思います。で、これはね、僕のまあ創作活動ライフプランって書いてますけれども、これが理想とする、まあ、図ですね。で、この黄色い丸で囲っているのが僕ですね。で、まああなたっていうふうにピンクで書いてますけれども、まあこれ不特定多数の誰かということになります。で、まあ僕がまあ絵を描いてますと。当然僕絵を描くのが大好きなので、絵を描いていてもとても楽しいんですね。描いていてとても楽しいよと。で、絵を描くと当然完成しますよね。描いた絵ができますと。で、絵を描くとね、やっぱりすごく達成感があります。僕は特にいわゆるアナログで絵を描く。デジタル絵画ではなくてアナログで絵を描くっていうね、ものを作るっていうところに非常に固執しておりまして、で、物ができた時のこの達成感っていうのはね、本当にもう何物にも代え難いものがあります。で、そして、いつもでしたらまあ完成させて、で、それから、作品をね、自宅に置いておくか、まあ自宅に置いておくとどんどん溜まってくるので、作品自体捨てちゃったりするんですけど、これをね、ぜひ皆さんにね、手に取ってもらいたいなと思っていて、で、これに関しては、まあ、こうやって、YouTube とかね、今、SNS とか使って、書いている過程であるとか、まあ、書いた完成品を、発表してますけれども、ここでね、皆さんに、欲しいなって思ってもらったものがあれば、この作品をですね、皆さんのお手元にね、お届けしようかなと思います。はい、あげます。くださいって言ってくれれば、なので、あげます。はい。すごくシンプルです。欲しいものがあれば差し上げるので、ぜひね、ちょっと問い合わせみてください。で、当然、欲しいものが手に入った人、まあ、これ今見ているあなたかもしれないんですけれども、手に入ったものに関しては、もちろんあなたのものになりますので、ご自宅で飾っていただくとかね、まあ、懐に、持ち歩いて眺めていただくとか、まあ、ご自由にそれなさっていただいていいんですけれども、欲しいものが手に入るとやっぱり嬉しいですよね。はい。嬉しいってことで、まあ、この人はとてもハッピーになれます。そして僕もね、この、あげたことによって、承認欲求がね、満たされます。ああ、人にね、こうやって、欲しいって言われてよかったな。自分の手元からね、絵がなくなったことで、この絵がね、どっか知らないところで流通したりとかするのかな。面白いな、っていうね。こういったまあ承認欲求が満たされます。ってことでまた僕がね、こう3度ハッピーになるわけですね。1、2、3度。書いて楽しくなって、さらに達成感を得られて、承認欲求が満たされて嬉しいと。ね。で、この人はこの人で欲しいものが手に入ってすごく嬉しいな。で、この3つのね、ハッピーが、さらに次回作への活力になるわけです。あ、こんなにね、嬉しいことがあったんだから次、もっといいものを作れるだろうなってことで、これが次回作の活力になると。いうことで、またこうね、絵を描くサイクルができて、で、欲しい人がいれば差し上げて、まあ、達成感得られて、そしてまたここでね、やった後、承認欲求が満たされて嬉しいとなるわけですね。で、この循環がですね、ずっと続くともうここでね、みんながひたすら幸福になるしかないサイクルの完成。ちょっと文字切れてますけど、すいません。文字切れてますね。はい。みんながひたすら幸福になるしかないサイクルの完成が、サイクルが完成するわけです。ということでね、ここのピンク色のところですね。まあ、これ今女性になってますけど、別に、女の人だけにあげるっていうわけじゃなくて、これはどなたでもいいです。老若男女、おじいさんでもいいし、学生さんでもいいし、まあ、欲しいっていう人がいればね、最初に手を挙げてくれた人に、なるべく差し上げようと思いますんで、ぜひね、おっしゃってください。
で、じゃあなんでこんなことをね、やるようになったかっていうところなんですけれども、まあ、ちょっとこう文章になるんですけれども。もともとですね、僕は、まあ、美術大学を卒業しまして、で、そこの美術大学で、まあ、そこそこいい成績を得たんですよ。で、これはなんかやっていけるんじゃないかなと思って、自分の中で確信を得て、そして、絵を描いて、まあ、売っていた時期があったんですね。ギャラリーに展示したりとか、そうですね、まあ、自分で手売りしたりとかっていう感じで、まあ、必死になってちょっと売っていた時期が、一生懸命やってた時期がありました。ということなんですけれども、売ることにどんどん執着するあまり、もともと僕は絵が大好きで、絵を描くことが大好きで、それで絵を始めて、で、まあ、結果的に美術大学に行ったりとかっていうこともあったんですけれども、そこのもともとの絵を描くことが大好きだったっていうところが、だんだんおろそかになってきて、で、売るためになんかこうね、絵を作るっていう風な作業に、シフトしていっちゃったんですね。そうしたところ、好きなものを描けなくなってね、つまらなくなっちゃったんですよ。はい。一生懸命好きなものを、やっていたはずなのに、それをね、売るということに、なんか執着してしまったばっかりに、絵を描くこと自体に楽しみを見出せなくなってしまったんですね。で、これはまずいなということで、現在はですね、本当にもう売ることに執着せずに、これは趣味として、完全に消化する方向で舵をね、今取ってます。はい。まあ、売れたら売れたでいいかなとは思うんですけれども、基本的にはなので、欲しい人がいれば差し上げて、そしてまあ、いらないっていうね、そういう状況であれば捨てる。で、自分が好きなものだけを淡々と書いていくっていうことを、今後やっていこうと思ってます。流通させて絵をね、販売しようっていう考え方にとらわれて、そしてその商法の方にね、作品を寄せてしまうと自分の作品自体がね、だんだんつまらなくなるなっていうのを本当に、如実に感じておりました。で、作品がね、手元に溜まるのはね、僕はあまり好きじゃないんですよ。まあ、前も生配信の時にね、ちょっと話しましたけれども、自宅に、作品がね、置いてあると、だんだんなんか憂鬱になってくるんですよね。この作品誰にももらい手がないし、なんかずっと自分で持ってて、これは一体どうするんだろうみたいなね、そんな悶々がずっと続くんですよ。で、そういった悶々が続くとですね、だんだん絵を描くのがまた嫌になってくるんで、なのでね、欲しいものがあればね、ぜひぜひ皆さんに差し上げますと。ということで、まあ、問い合わせてください。手元に残っていればね、差し上げたいと思います。まあ、大体っていうのは、つまり、自分の本当にね、これ残しておきたいなって作品がもしかするとできるかもしれないんで、確約はできないんですけれども、まあ、でも、問い合わせていただければね、問い合わせるだけはタダですから、どんどん問い合わせていただいて、もしね、もらえばラッキーみたいな感じで、無償で差し上げます。はい。ただ、じゃあ、無償でやるから、お前じゃこの、俺の考えたものを書けよとかね。そういうのはちょっとなしでお願いします。自分で好きなものを書いた上で、それが誰かにもらってもらえるならハッピーかなってところなんで、今はね、そんな感じで考えてます。で、手渡しであればね、当然まあ、パーンと、はい、どうぞ、つってね。簡単に渡せるんですけれども、発送をご希望の際はですね、送料ご負担いただくことになると思います。紙の作品だと、まあ、数百円ぐらいでいくのかな？ちゃんと梱包して、型紙入れてね、数百円ぐらい届くと思いますし、で、キャンバスとかだとね、ちょっと大きくなると思うんで、まあ、数千円とか。でも、ギャラリーとかで、キャンバスの絵を買うと、一番小さな手のひらぐらいのサイズのものでも、1万円ぐらい軽くしますからね。まあ、それから考えれば、本当に僕の作品欲しいなって思っていただけるんであれば、かなり格安に手に入ると思います。はい。で、あとね、手間賃欲しいです。すいません。発送を希望されている方に関しては、手間賃欲しいです。だんだんこの作業なんだろうな、みたいな感じになってくると思うんで、やっぱりね、ちょっと報酬とか謝礼みたいな欲しい。で、そんなにね、高くなくていいんで、ラーメン一杯分で、まあ、1000円ぐらいかな。なんでラーメン一杯分ぐらい程度ね、もらえれば、ああ、これでなんか、
飯の足しになるし、いいかっていうふうに自分の中で妥協できるんで、まあ、それぐらいのなんかコミュニケーションは取れたら嬉しいかなと思うので、こんな感じでね、ぜひお願いしたいです。まあ、何にせよ、僕はね、ちょっと今、作品を作っていて、やっぱ自分の好きなものを作りたいし、自分の好きなものじゃないと、なかなかいい、ね、味とか、色とか出ないなっていうふうに、本当に、この数年ぐらい、もうね、悶々としてきて、ようやくまあ、たどり着いたって感じなんですけど、ぜひね、この試み、ご協力くださればというふうにね、思うんですね。はい。なので、この幸せの幸福のサイクルに、皆さんもね、ぜひ、加担していただいて、ね、楽しくやっていきましょうということですね。はい。で、連絡の手段なんですけれども、まあ、YouTube でこれ今配信してますので、YouTube でコメントいただくっていうのはいいんですが、結局発送とか、あと、もし送料とかね、必要なのであれば、送料振り込んでいただかなくちゃいけないんで、銀行口座とかね、私の方から教えることになると思うんですけれども、まあ、そういった個人情報をやり取りすることになるんで、YouTube 上のコメントではちょっと厳しいかなと思うんで、できたら、Twitter やってますので、この放送の詳細欄に Twitter の、私のね、僕のリンク貼っておきますから、そこに DM ください。で、DM くださればね、やり取りさせていただきます。まあ、当然、いただいた個人情報に関しては、こちらでしっかり管理してね、外に漏れないようにさせていただきますので、その点は、重々大丈夫です。ということで、ぜひ、このね、幸せ、幸福のサイクルに皆さんもね、加担してください。よろしくお願いします。